どうも、画面越しに失礼します。神戸のケビン・コスナーことゆとり神戸のゴメスちゃんです。よろしくお願いします。わっしょいわっしょい。今回のね、動画の企画はですね、ゴメスさん、そんなんやったら美味しい神戸のお土産紹介したらいいですやん、ということでですね、神戸の美味しいお土産を紹介したいと思います。世界で一番小さい拍手です。ということで、今回の美味しい、お土産はですね、神戸プリン、ということで、神戸プリンでございます。右左右左場所、すごくないですか。こう神戸のお土産らしいというか、もう神戸プリンって言ってますから、聖は神戸なプリンだということでですね、聖はアイスバーン、はい、名前は神戸、完全に持ってこいですよね。これなんか書いてますけど、ここにメッセージが、ここに味は極めてうまく、口にスールにプルルンとして、まことに美味なり、これをプディングという。ざん切り頭を叩いたら文明開化の音がする。ええじゃないか、ええじゃないか。モードセレクション7年連続最高金賞受賞ということで、よく聞きますよね、このモンドセレクションっていうやつは。で、僕ちょっと調べたら、ベルギーのなんかそういう商品とかいろんなものを査定するね、あの会社があってですね、そこにお金を払って、うちの商品査定してください。そしたらそこからベルギーから、うん、ほな邪魔するでということで、こっちに来てですね、この商品を、いろんな部門があるらしいんですけども、なんかパッケージと中身がちゃんと合ってるとか、なんか衛生的なやつとか、なんか味ももちろんなんですけど、なんかそういう総合的な平均の全部の点数が90点以上っていうのが、この最高金賞となっております。それを7年連続やってるんですよ。もうとりあえずどれぐらいすごいかっていうと、一発で明石の、あの免許証サクセスなしで100点取る感じ、それぐらいすごい感じです。これすいません、適当なこと言ってます。開きました、スキッパからな、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 開きました。はい、何ですか、なんか中にまた書いてて、なんかいいですね、これ。ここに残る街がある、小池で懐かしい味がある、美味しいパスタ作ったお前みたいな、美味しいパスタ作ったお前、ということでですね、早速食べていきたいと思います。はいはい、このキャラメルみたいなもんもなんかついてて、はいはい、当たりとかはついてないようやな。カップの底をテーブルで軽く叩いて、せーの、ウィーンと、おお、すごいプルプル、すっごいプルプルしてる、あおあおあお、はい、ポーンとなって、おお、すごい、これ綺麗、やばい、これすごい映しにくい、どうしよう。まずカラメルなしで食べようかな、実食。ん？ん？これなんか思ってるプリンと全然違う、その角度から来たかって感じ。うん、何これ、うまい、うん、まカラメル、そうそう、カラメル、はい、後で反省文で提出します。あら、まあ、いい家の子、ピアノ習ってた子やわ、これ。学会とかそういうのとかじゃなくて、もう普通にラルフローレンのポロシャツ着てるタイプの味ですわ、これ。うん、上品です、味が。今までのプリンと全然違くて、フルーティーっていう概念がトライしてきた感じですね、プリンについに。うん、ごちそうさまです。すごい美味しかったな、これ、最高でしたね。通販で買えますので、こういう時にちょっともう久しぶりになんか息抜きにいいもん食べたいなっていう時とかに、もう全然神戸プリン食べちゃってください。以上でですね、はい、ゆとりコービーズのケビン・コスナー担当ゴメスちゃんでした。バイバーイ、チャンネル登録してね、いいねもお願いします。